運の変えたような福祉にお嬢さんですね。嫁、おいし加納古賀様のお嬢様だ。そうか、それでお福祉。では先生のお笑い草のお土産に求めてまいりますから少々お待ちください。いらっしゃいます。いらっしゃいます。錦絵が欲しいのかな。あ、どうぞお買いくださいまし。私はこの錦絵などあまり見たことがないから、お気に入るようなものをお主が見繕ってくれ。はい、おいらんの絵でございましたら、春章、歌丸、清永、正信、いろいろこちらにございます。ですが、なんと申しましても、女を欠かしては歌丸でございましょうな。歌丸のこれが大文字屋の高袖おいらんでございます。これはおいらんではございませんが、観音様の水茶や何話屋の沖田、いずれも当時評判の美人でございます。これは新しく出ました、あの続き物でございます。さあどうぞ。錦織、歌丸政、新模様。なんと、これは何と書いてある。読んでみろ。水の媚び麗しく、高卵子の錦を纏うとも、唐絵の浅ましさ、死を覆うて五体の糞を表すに至る。たとえ荒書きといえど、世が活筆は生死なり。かの家を侮辱する花だし、亭主呼べ。亭主をこれへ呼べと言うのじゃ。龍之介様、どうなされたんでございます。いや、この絵の歌丸のおじさんが傲慢まだだし、亭主呼ばんか。はい、あの主人はただいま宅には。どこにいるのじゃ。車の中に。車のどこじゃ。多分大文字屋だろうと存じます。大文字屋。はい、よし。赤の町石の申すと鳥屋風のものではございません。かかる暴言を見過ごしては我らの面目は立ちません。奴の増長マンを懲らしめてやります。何によっては切りしてやります。参りません参りません。いや、もうお案なさんだ。お先へお屋敷お帰りください。ほら、誰か何か。はい、これ当家に大門口の伝えの主がおるだろう。これやべ。おしん、歌丸師匠が来たら、おいらは先に鶴羽へ繰り込んだとそう言っとんな。はい、かしこまりました。そういうご用でございます。よがれば聞いぞ。どうした。バカにぐっそうなこと言ってるじゃないか。どうしたんだよ、つった。え、なんだか、つった。お前は蔦屋十三郎だな。どういうご用。それに違いないな。へえ。いかなる了見にてかようなものを反抗いたしたのだ。へえ。あなた様、加納衛生院の門弟、これで英才だ。さあ、返答せい。お主が返答できずば、歌丸をこれへ連れてまいれ。奴がこのうちは、ここを向かうぞ。え、ははあれか。あれは怒る。なんだな、京殿さん。いや、この間、宇田藩出した家に参加してあるんだ。己の描いた女は、墨の荒書きでも生き生きとしているが、これの女は、無駄に色が使ってあって、みんな、片方と言うんだ。だからおめえ、カラヤを奉ずるあの衆たちは、片方を書いてることにならな。片方か。なるほど、うめえこと言ったな。笑い事じゃねえぜ。ちとやかましいことになるんじゃねえかの。うたさんは一体、どこに住めているんだろうな。大方、沖田家のところだろうよ。今にも見えたら、私は、どうしよう。どうしよう。おしん、おめえ、うたさんに惚れていたのか。違いますよ。
だって歌さんが殺されでもしたら、私は絵姿に変えてもらえなくなるじゃありませんか。歌さんにおめえの絵姿を。そうですとも。なるほど。これはいい女相撲の錦絵ができるわ。一句さん。一句もなかろ。本当に冗談じゃねえで、誰かに知らないからな、お前。若いし、また止めしょ。そうしよう。と、今の話の先行堂の一件と合ってるんですよ。なりがいの北田の江戸三美人の一人なんて騒がれるのは誰のおかげで、みんな師匠が一枚屋になすったおかげじゃございませんか。そんなギリシラの真似をして、後にお天道さんが見られると思っているのか。だけよしね、義理というとは別だ。俺ら何も一枚屋にしてもらって、それを恩に着せて色事するほどやぶじゃねえ。もうやつさないだろ。そろそろ大文字屋行かれないね。すいませんね、お待たせしまして。お師匠さんがいらっしゃるのを知ってましたら、待ってたんでしょうに。小じきのしらみで、口で殺すってやつか。まあ。だけ。じゃあ、また明日。馬道から期待それたら承知しませんよ。大丈夫だよ。グラッシェ。まあ、昼間からお楽しみですね。余計なこと言うなよ。今すぐ一本つけさせますからね。はい、竹さん、お土産。それじゃうかつには消えませんね。おや、毒でも仕込んであるといいかい。首が飛びますよ。ひっくじない。おやおやおや、まるで飼い猫ですね。暑い暑い。お熱はござんしょう。今銀座の若旦那に会ってきたのさ。そんなこと聞いちゃいねえよ。私が言いたいんですよ。歌丸しておりますか。天田、どうしたのさ。実はね、お師匠さん、お師匠さん、大文字屋行っちゃいけません。なぜだ。行っては殺されますって。今若い衆が。男はしちゃいけねえよ。どうしたんだね。なんでも加納様のお弟子とやらが、お師匠さんのこの間お書きになった錦絵のことで、刀にかけてもと掛け合いに来てるんだそうでござる。そうか。そう聞きゃなおのこと、今夜おいら殺されりゃ化けてでも見に来てるものがあるんだ。師匠、それは乱暴ですよ。いや、大文字のタンスでおいらが入れ墨する。おいらの入れ墨は暗いのほっとにござんせ。ほらが、それをやらかすってんだから豪儀なもんじゃねえか。掘り手は江戸で名打ての唐草権次よ。どうで、そう聞きゃどうでも見に行かざなるめ。バカバカしい。入れ墨なんか珍しがってたんじゃ、朝湯に行くたんびに目を回さなきゃなりませんよ。おい、竹早くねえか。そうおっしゃられても、わしはまだシャバに未練がありますんで。おい、竹。あなたはおかしくなったら歌丸か。さあ、どうだ。あのようなバリゾンを公に犯人なすからには覚悟あろう。さあ、拙者立たし合いたせ。あなた様は加納家の門弟、小出英才だ。命もしくは詫び状書くか。どちらもお断りいたしましょう。何。その通りなんだから、知らんござんすね。刀やお上のご意向を恐れるくらいなら、わざわざ犯人を起こしはしませんよ。何。錦絵は歌丸の命をかけたもんでございます。お前さんも絵描きなら、人切り包丁で勝負しようってのは卑怯じゃございませんか。よし、しからば縁で勝負する。拙者荒秋、誠かどうか見せてくれるわ。どう持ってきてやね。
ありがとう。よしよし。またこっち向ける。観音様ですね。さあ、どうかたか申してみよう。これはうまい。なかなかきれいな観音様だ。だが、やっぱり型ですね。何？第一、血の気が帰っていませんよ。え、血の気が？直させてもらいますね。さあ、果たし合いをするまでもなく勝負は決まりましたね。スタジーさん、例の場所はどこだろう。違うんだよ。あ、そうか。あ、じゃあ、レイさん、行く。そろそろ繰り込もうぜ。あ、そんなことに暇取ってしまった。なんだろう、お前さんもご一緒にどうです。さあ、食い込もう、食い込もう、食い込もう。いくらおいらんの肌を切りだころって井戸一人の黒くそくんじが俺は知ってもいいねや。おいら、ぶしつけな頼みだが、俺にその肌で晒してくれねえか。うたさん、じゃあなんでまたそのような冗談を言いなん。冗談じゃねえんだ。俺は真剣に恥も外部も忘れて頼んでいるんだ。俺は今までずいぶん女の肌を見てきたが、こんな綺麗な肌を見るのは初めて。
じゃあお前さんどうしても。いや、仕事をしているのは山々だが、師匠、残念ながらあの肌は見たんじゃ、肝心の死体がこのゴンジの腕には及びませんや。でもやった。お前さん死体さえ満足できりゃ、掘る気は終わんなさるんだね。それは聞かれるまでもね。あの花魁の肌へ掘って、恥ずかしくね死体さえありゃ、なんでこの俺が嫌を言うもんかい。よし、この死体俺が書こう。うん、師匠、主が書いてくんなますかい。書いてやろうってんじゃねえんだ。書かせてもらうんだ。人の肌へ筆を下ろすなら初めてだが、俺の絵にはもってねえくれねえ言うな。さ、そっち向いて。はい。あれって、歌丸師匠に死体を書いてもらい申すとは、掘り殺し、唐草も実証の妙までござんす。どう聞いてるって、そりゃ素晴らしい。見物だぜ。うん。師匠は、なんてことするんだろう。めぐとしてるぜ。年中おいらの背中におんぶされやがって。おいら、こいつは悲しい時には一緒に泣いてくれるぜ。うたさん、おじきん、嬉しい時には背中で踊ら。おいら、こいつはおめえさんと生涯浮き沈みを共にしてくれるぜ。右京衛士になります。京成梅女の肌といえども、無情な犬として習俗と共に生きる彼らの絵心に深く打たれました。はしたない町の右京衛士などに。いや、お下げ済みになってはなりません。町に生きる女を手本として、己が情も命も打ち込んで描いている。あの真剣な心持ちは滅多に見られるものではございません。行きなれ。課長には課長に刀、山水に岩を拝するには約束がいる。絵の具を解くこれ作法流儀だ。もう拙者は先祖のしきたりばかりを重箱に詰められたようなお絵師の暮らしがつくづく嫌になりました。父が許しはいたしません。そこを立ったとおっしゃれば破門になりましょう。あなた様のお家は戦国のご家をお取りなさるれっきとしたお旗本でございます。さよう。私の父とて感動するに違いありません。それも承知。身分が、位が、絵の値打ちを決めるもんではございますまい。それでは、私どものことも捨ててとおっしゃるのでございますか。勇気を捨てても浮世絵師になろうとおっしゃるのでございますか。あなたはもっと良いご縁を。嫌でございます。嫌でございます。ええさ、出入り場からの探し。では、
お別れ申す。天国の淵も捨て、刀も捨て去って軽々といたした。しかし、よくそこまで思い気になってた。何か、足の方が感心しましたよ。何を言う。師匠のおかげで、生きた絵を描く目を知られたんだ。お主のごとき名士がかような粗末な画質に金ピカの道具立てがなくちゃ描けねえような絵描きなら絵描きじゃございませんよ。しかしなんですな、そのお嬢さんってのはお気の毒じゃございませんか。雪江殿もやはり古い古い唐絵の女だ。型は師匠に教えられたような生き生きとした情けってものはないんだ。北川殿、あれだあれだ、あの花魁の入れ墨を見に参ろう。うん、要はそのいつでもお供いたしますよ。まったく美しい肌だった。どうよ。うん、タケ。お、シュ。キタさん、タケさんが私を女房にするって言ってくれたんでござんすよ。タケ、いいのか。なんですって、なんですって、ウタさん。いや、そんなんだ。似合いの夫婦だよ。それどころじゃありませんよ、師匠。大変でさ。出れなくたっていいやな。冗談じゃありませんよ。川瀬でおいらが駆け落ちをしたんで。うん、相手をまあ誰だと思います。お北がほの字の若旦那でかって。あの絵をしょっつま逃げてしまったのか。師匠や軍事親分がせっかく打ち込んだ仕事もあったらどぶ川へ捨てられても同じことでさ。あれはただの絵犬じゃねえ。恋もし泣きもする人間の肌だ。それは最初から承知のはずだ。おいらが誰と駆け落ちしようとそんなことは構わねえ。まさか真珠などしやしめよ。この先行堂のしおりっていうのはよっぽど名誉になったらしの手を掘られてると見えますね。そりゃね、翔さんは何とも言われない優しいところがあるんだよ。あんなに言われたらどんな女だって。そりゃ油断も隙もありやしで。だからしゃおしんを女房にすることに決めたんでさ。おしんなら安心だ。私は聖女だもん。誰も相手にしねえからさ。なんだって。いや冗談だ。なんだって。冗談。どうして若旦那は来ないんだ。じれった。若旦那、若旦那って。姉さん、歌丸師匠を大切にした方がおためですよ。お前さんは何も知らないんだよ。歌さんは私が好きで来るんじゃないよ。姉さんでなくちゃ誰だとおいなんです。女さ、ただの女さ。歌さんは女の生き量を追っているのさ。
できるよ。おや、噂をすればかん。いらっしゃいませ。いらっしゃい。起きた。別に変わったことはないよ。おかげさまで。そうか、それはよかった。今日から俺の悪手になった千之助さんだ。何分ともによろしく頼むぞ。色気のね、挨拶だね。おひた、千之助さんにちょっと待ち言葉でも教えてやんね。ついでに恋の手札も一緒にね。それは銀座の若旦那に聞いてちょうだい。これは銀座一丁目の神田屋天光堂の息子正三郎太夫の井川だこと、当時入れるよういらんで評判の大文字屋の高袖と掛け落ちの一軒。さあ、おめえさんに見たい。さあ、わずか反抗罪の五文じゃ。さあ、五文じゃ、五文じゃ。入山形に二つ星、松の位の高袖太夫、通い慣れたる銀座二丁目の神問屋千光堂のせがれとなじむ、五月六日の虎の刻、添えぬが。さあ、こと明細明細。ああ、わずか反抗罪は五文じゃよ。さあ、五文じゃ。私若いさ。その読みではここが普通か。今、出来たてのほやほやです。そっくり顔じゃないか。いや、もうみんな一緒ですよ。わかってるよ。これでいいんだろ。どうもありがとうございます。手元ながら良い袋持ちはせぬが、しかし読売に出されるまでよその女と熱くなっていたのを知らなかったとは、うかつな話ではないか。そんな浮気男とは知らないで、情を尽くしていたのがこっちの一度でございましたよ。しかしもう忘れろ。さっぱりと江戸の女らしく諦めろ。江戸には若い男はいくらもある。いいえ、誰が諦めるもんですか。泣き寝るすなんて、そんなことは私にはできません。たとえ草の根を分けても、探し出して思う存分恨みを言ってやりますよ。その千之助さんをすぐ呼びにあいますから、どうぞ入ってお待ちなさって。どうぞ、どうぞ、お入りなさって。どうぞ。町江氏の住まいは、むさ苦しゅうございます。どうもお連れになるぞ、一体どんなスタイルがあるぞ。千之助様は、どこにおいでなさいます。今すぐ呼びにあいますから。おう、タケ。ええ、千之助さん呼んできてくんね。籠を飛ばして急いで行きね。急いで帰ってきてもらうんだ。あ、頼むで。早く行ってきて。さあ、どうぞ。どうぞ渡りなさって。
ふだいふだい。はい、ご苦労さん。よし。あ、アナ、ちょっと待ってくれ。はい。お、千之助さんお見えになってるだろ。え、あちらに。あ、そう。千之助さん、お帰りになってください。どうしたんだ。加納のお嬢さんがお見えになってるんで。何？幸恵殿。え、あなたは座ってらっしゃい。竹さん。はい。その幸恵さんとやらおきれいかい？そりゃもうお前さんと違ってね、お上品で。おひとやがで。バカには知れないよ。瀬之助さん、こんな夜更けにたった一人でわざわざ遠いところを見えになったんですね。私はもう瀬之助様お帰りしないよ。そんな乱暴な。姉ちゃん、うるさいね。誰が何て言ったって私はもう返さないから。竹さん、さっさとお帰り。ああ、ご苦労ご苦労。ああ、ご苦労だった。うん？千之助さん、どうしたんだ？お帰りにならないんで。なぜだ？ええ。おい、どうしたんだ？はっきりね、はっきり。沖田さんが返さないんで。何？沖田が返さねえ？ええ。さ、明日一緒に入れない。ちょっとお待ちなさって。切っていい。え？おいでなさい。さあさあ、一杯どう。千之助さん、お嬢さんは待ってます。早く行って会っておあげなさい。帰らせしませんよ。千之助様は私のもの。もう誰にもやりゃしませんよ。おめえには、ね、後でとっくり話をする。千之助さん。北川殿。沖田の言うのは本当だ。わしはもう沖田の虜になってしまった。千之助さん、あっしがわざわざ断るまでもねえが、あんなお屋敷のお嬢さんが忍んで会いに来るってのは、これよっぽど残ってっぜ。あの人が何を言いに来たかは分かっ、見下げ果てた浮世絵師など思い切って上心で位が高くいつもお手前でお菓子をいただき、ことの音を聞いて慎み深い控えめな言葉で恋をする。あの屋敷へ戻れというのだ。師匠にも似合う。それ起きた。なんとか言ったかな。やぼ。うん。それそれ。そのやぼはよしねえだ。師匠からそう言ってくれ。このまま屋敷へ帰らずに町絵師の女房になる覚悟ならお会いする。やぼな屋敷の大え
之助様は何とおっしゃるのじゃ。お屋敷へお帰りなさいまし。清之助様がそう言われますのかい。あなたが町江氏の女房になるお覚悟ならお会いする、そうおっしゃるんだ。たわけたこと。お送りいたしましょう。屋敷へは帰ります。じゃあ町江氏の女房におなりになるんで。見えていないんですよ。もう来た？え、奥に。ああ、宇多さん、おいでなさい。直樹、おめえ、新庄千之助さんに惚れてるのか。それとも千光堂の払い手に、あのお嬢さんから取ってやろうって考えなのか。はっきり言ってくんね。はっきり言ってくんね。妙に絡んでくるんだね。箸の上げ下ろしをしたことのねえお嬢さんが、屋敷にも帰らずにしがねえ町集まいをして千之助さんの帰りを待っていなさるんだ。つまらねえいたずらをして千之助さんを消してやんな。そんなに悔しかったら腕ずくで取り返せばいいじゃないか。起きた。どうして師匠はまたそんなに焼きとなって。ああ、分かった。師匠は焼き餅をやってるんだね。何？きっとそうだ。嫌な師匠。何？おや？武藤って言いなさるのかい？つらいらい錦絵の先生かもしれないけれど、お前さんにぶたれる因縁はありませんよ。歌丸が水屋屋の女に焼き餅を焼いて殴りつけたと言われたら、さぞ値打ちが上がりましょうよ。さあ、ぶってもらいましょうか。さあ、ぶったすんなさい。ぶってもらいましょうよ。どうしたんだね。おい、タケ。はい。え、何ですか。そうしてくれ。冗談じゃありませんよ、師匠。まだ日がカンカン照ってるじゃねえか。何でもいいから、まず閉める。どこ、ロスったんですか。もういい。お礼しろ。いや、閉めますよ。閉めますよ。何しろできてくれできてくれがすっかりやれちゃって、
調子が出てこねえ。なんとかしなきゃ、あれだけの立派な腕、台無しにしちまうぜ。竹丸の話じゃ、宇田さんは沖田と顔を突き合わせちゃ、まるで鳥の気合みたいに喧嘩ばいするんだそうだ。いけねえ。悪いところへはまり込んだもんだ。始末にいけねえ。本当に困ったな。いや、なんだ。小引き町に松平宗の神様という道楽者のお大名の殿様がありんす。それがどうしたって。その殿様の悪遊びだが、築地の浜の屋敷で腰元衆を裸にして魚取りをするってことを小耳に挟んだんだ。おお、本当かい。そいつを一つつてを求めて見物といちゃ、宇多さんの気も変わろうじゃねえか。よし、そのつては俺にある。おしれ、そいつを宇多さんにかけちゃ売れるね。お前さんはすぐ商売にする。よし、そいつをやるぞ、うん、おさあ、お別に売れた。じゃあ、うん、なれば決して人目につく場所ではござらぬ。ごゆっくりとご覧なされ、なかなか楽しみなものでござる。いや、本当に言いました。どこから覗くんだの。こっちだ。あっちは浜だ。行く。やたるのは不祥事ないよ。どんな面白いものが見れるか知れないが、君がバレて一度をバッサリ、仲良く浄土へ行くようなことになるんじゃねえかの。脅かしちゃいけねえよ。そんならおいらとっくり別れてくるやつがあったんだ。大方おめえのことなら柳原の豊かだろ。知らねえな。おめえの女房だ。もう始まるんじゃないの。ここのお殿様が武家町人から寄りに板を集めたんだとよ。そうだい。まるで天女のようだ。でっけえやつをビーク入れてったお仕事なんだ。出た。さすが目が早い。おいら生まれてか、あんな綺麗な肉付きの女は初めて見た。
花魁や玄人女にはめったに見られねえ血の色まで綺麗なようだ。ピチピチしてやる。サチュさん、あの腰元を連れ出してもらえないか。え、おいらあの腰元を間近に置いて生き手本にしてとっくり見て書きたいんだ。頼む、何とかして連れ出してくんね。それじゃ無理だよ。捨てを求めて宿下がりとかなんとかならねえもんか。それは町方のなら何とかならねえと思うのが武家の娘でもあってくる。とてもできない相談だよ。そこを何とかおめえさんの腕でやってくんね。おいらあの腰元をとっくり見て書くことができたら一緒に一度の妖怪にする。おいら今見てるうちに身柄も考えたし工夫もついたんだ。頼む、何とかして連れ出してくんね。頼むよ、頼むってことよ。頼むよ、頼むってことよ。オルアンさんと言いなさるんで。さあ、どうでございますか。歌丸でございます。オルアンさんが町方の娘なんでよかったよ。どうもありがとうございます。とにかくご承知のようにこの師匠は今までいろいろ綺麗なお女中師匠を書いてまいりましたが、おめえさんのような振り付きてほどのお人を見たことがないという惚れる方にしてね。お口上手な。私などはほんの端だ。またまた美しいお方がいくらもございます。このような不細工な体つきでお褒めいただきたい。お恥ずかしいぞ。決してお世辞を言うような師匠じゃございません。みんな本当のことなんですよ。ところでオランさん、改めてお願いがあるのですが、お聞きになってくださいましょうか。どのようなことでございましょう。ご心配のことじゃございません。ただしばらくその綺麗な体をこの師匠に貸してやっておもらえましてんで。私の体を。祖母様のお行きでなすったままの姿を見せていただくとだらそれでよろしいんで。ご無体なお願いってことは重々承知してるんでございますが、北川歌丸一世一代の絵の生き手本になっていただきたいんでございます。今の世の中でこの師匠がそいつを知っておかなかったら誰が代わってしてくれるか。一人の歌丸のためにはございません。浮世絵道のためにどうかこの名人に思う存分腕を振るわせてやってもらうね。お殿様の一件ゆえよんところなくいたしますので、こなたではちょっとお恥ずかしい存じますけど、そういうご事情ならどうぞお役に立ててくださいませ。じゃあのご承知くださいますか。そうでございますか。じゃあ私はちょっと遠慮させてもらいます。あ、じゃあ、どうぞこちら。ちょっと手を押さえになって。ちょっとごめんなさい。女中をお大名の金と意向に任せて一つ屋敷に集めるなんて、母さん、私はもうあんたをお屋敷に感謝しません。留守を頼んだよ。はいはい、気をつけて。起きた。どうしたんだ。
くんだ。おい、おまん、どこ行ったんだ。翔さんたちを沢原で見つけたって人があったんです。聞いたら今すぐ行くって。あなた気が早いったら。沢原、そうでございますか。まあそれはようでしたね。何よりでした。あんな魔性の女に取りつかれてちゃあなたの命もなくなるところでしたよ。しかし忘れがたい女だ。いけません、いけません。あなた、私のところの仕事場をまだご存知じゃありませんね。一度ご覧になりませんか。あ、それは見せてもらおう。じゃあご案内しましょう。さあ、そうです。まあ、錦木がどうして出来上がるか一度ご覧になってください。これは杉ですよ。おお、杉ですか。あれが銅座引きです。よくご覧なさい。ほっ、雪江殿。気の弱い。さあ、もう泣くんじゃありませんよ。ね、さあ、もう泣くんじゃありませんよ。スカリブ、アイスマン。お嬢さん。よかった、よかった。さあ、もう機嫌を直すんですよ。さあ、機嫌を直して、ね。師匠は喜びますよ。あんた方のことは気に入らんでなさるんですから。師匠はまだそのおらんという女を映してみた。あの体と国民の大臣でさ。お、おたた。どうしたんだ。お奉行所からお召しなんだ。お奉行所から。どうしたんだ。それは分からんな。どけどけ。さあ、帰ろう。あっしはね、自身番行ってどういうわけか聞いてまいりますから入って待ってするね。頼む。詳しいな。どうしたんだよ。よしよし。どうしたんだ。どうしたんですか。きっと訳が分からないって。お前様がオランダのというのか。はい。あの、ここのお師匠様はどうなされたのでございます。何かは存ぜぬが、奉行所へ敷かれていかれましたのでは。もう竹丸さん、あの、私どうしたら。さあ、どうなりますか。ま、あの、もう少し待ってあげてくださいましね。オランダの、わしはもと加納一門の小出清之助と申すもんだが、ぶしつけながらわしにもそなたの体を欠かしてはくれぬか。え、私の体を。そうそうだ。
かかってください。清之助様。オランド、お願いです。清之助様。オランド、かかってください。清之助様。コンソール、コンソールお願いです。清之助様。かかってください。オランド、お願いです。さあ、かかってください。オランド、さあ、早く、かかってください。さあ、オランド。いかがでございました？ああ、それはどうも勘悪いんだよ。あ、どうだった？勤務中、ニューローゼさん。え、ニューロー？聞き込んだところでは何でも、師匠が浜屋から出した太鼓機の絵が、久保様になぞられたというんだぞ。ひょっとすると、遠投になるんじゃないかと言うんですよ。遠投？せっかく喜んでオランさんを釣ったのに、こんなことになっちゃって全く気の毒なもんでさ。いや、実に見事なものだ。そうです。見てごらん。この線の自在の音。こんな玉のような体は千人に一人もあるかないかの逸物じゃ。この絵に見せられて、わしもオランドの生き手本に書もして描いたのだが、いや、驚いた。もう返したくはない。冗談じゃありませんで、オランさんの親子は重病とかなんとか嘘をついて宿下がりをお願いしたんで、そんなことしちゃ。いや、しかし全く返したくはない。そんなご無理をおっしゃっちゃいけませんよ。誠に残念だな。やむを得まい。じゃあ、オランド、歌丸師匠がさような次第になれば致し方がない。拙者が屋敷まで送って死んでよ。はい、お願いいたします。あ、そうしてもね、あっしゃね、これから一句屋店さんにこのことを知らせてやってもらうんですから、よろしく頼む。じゃあ、オランドの方はどうぞ。よろしく。じゃあ、行ってまいります。遠投にでもなったら、もう歌さんの絵は見られねえ。死んだも同然だぜ。スタジオ、どうお願いしてもダメか。どうなるんでございましょう。もう5日にもなりますぜ。なんとか決まりがつきそうなもんでございますがね。お預け中はくれぐれも謹慎してな。迷惑かけないよう頼みますよ。お仕置き中は心病に慎むよ。分かったな。では私たちはこれで引き取ります。どういろいろお願いします。気をつけてな。どういろいろありがとうございます。師匠、師匠、とんだ災難だったね。いろいろ苦労かけてしまいなかった。だがえらい元気で安心したよ。それでどういうことになった？定常50日だと。定常で済んだか。50日はつれえな。タケ、何か熱いカレーでも作ってね。いや、ちょっと下で。あれで。バカな話よ。おかみじゃ悪くかぶって、俺に絵筆を取らさないつもりだろうが、俺は書くよ。誰がやるでしてるもんか。
それに具合ぶち壊したら一生絵が描きたくなってきた。焦るな焦るな。焦っちゃいけねえよ。大きな患いでもしたと思ってよ。なんだその間それ頭の中でいろんな絵を描くさ。ほら手錠が取れたら生まれ変わった気で一生懸命描きまくるで。おらんさんどうした。それが清之助さんが送ってお屋敷に消したんだが、肝心の清之助さんの行方が知らなくなっちゃって。ん？せっかく加納のお嬢さんとよりが戻ったと思ったのが、水の泡はさ。そんな雲をつかむような話を聞いてもわからねえよ。他を尋ねてみなされ。お、姉さん、カゴはどうだね。籠屋さん、お前さん方もしやこのサワラで三月ほど前に駆け落ち者らしい二人を知らないかい。さあ駆け落ち者と言われてもね。男は色白で、いっと笑うとエクボが入って、目をつぶるとまつげがそりゃもう赤ん坊のようなのさ。エクボはね、気をつけちゃ見てないから。じゃあ女は花魁のようなのさ。クルワの鉛があって、うん、アリンスってやつかね。あ、そうだよ。待ってよ、いるかい。うん、あ、そうだ、背中にヤマンバの彫り物をしているんだよ。あ、そんなら今さな。いる？どこにいるのさ。俺くんち前でさ、ひょいと柿の仲間を見たところが行水を使ってる女がいたんでさ。ああ、いや綺麗な女だなと思って見てるうちに背を向けた。その女の背中にお前さん。ああ、じれったいね。どこにいるのさ。うん、この先の森の前の百姓屋でさ、ほら、あそこに見てるだろ。あの家でさ、あそこですよ。あの家ですよ。ごめんなさい。はい。おるいさんとおっしゃるのはお前さんですね。いいえ、大文字屋の高袖花魁でござんしょ。どなただ、アリン。何話屋のお北でござんすよ。何屋さんとは江戸の浅草の。そうでござんすよ。どのようなご用で。知れたことさ、若旦那を返してもらいに来ましたよ。お前様は若旦那とどういう関わり合いの人だ。ありん、分かりきったこと。もともと若旦那は爪の先まで私のもの。私は翔さんとは気性も交わし、入れ墨までして誓いを立てた仲じゃます。その甘い口車と入れ墨で若旦那を生け捕りにしたんだね。命がけで怖い目してここまで落ちてきいした。私どうぞ黙って帰っておくんない。その言葉に負けて帰らしないよ。命を懸けてなら私も一緒。若旦那は私がもらっていきますからね。どこにいるんだね。どこに。おや、奥だね。おどきよ、おどきよ。どこにいるのさ。ようござんすか。どうしても若旦那はね、私がもらっていきますよ。まあ取れるもんなら取りない。めったに来る翔さんじゃありんせん。来なきゃ首に縄をかけたって連れて行きますよ。
表だね。よかった。どうしたんだい？性悪なトンビが飛んできてお前をさらっていくそうな。さあもう帰りましょう。いっそさらわれてみようか。めそうもない。大事な大事なお前を。で一口やって待ってとくれ。ありがとうございます。ありがとう。起きた。しばらくでございましたね。やれやれ、どんな恐ろしいところへ連れて行かれるのかと思っていたんだが。おや、起きたは恐ろしくはござんせんか。待っておくれ。お前の怒るのはもっとも、これにはいろいろと訳もあるが、と言っても承知はしないだろう。気の済むまでブツなり蹴るなりしておくれ。殺されたっていいんだよ。みんな私が悪いのだから。さんざん恨みを言ってやろうと思っていたのに、会えば憎らしい。江戸を出てから一月余り、ずいぶん探しましたよ。もうめったに話さない。何とでもしておくれ。ええ、しますとも。帰ったら私の家へ閉じ込めて、毎日一寸試しにいじめてやるから。あっち。まあ心配しないで待っておいてなさいし、千之助さんは一句の声と膝くりげを面白がってたって言いますから、ふらふらっと旅へでも出たんでしょう。そのうちひっくり返ってお見えになります。師匠、うん、あの大文字屋のおしんが訪ねてきましたが。うん、そうか。うん、それは珍しいよ。うん、ああ、よく来たな。どうした。うん、これは一人じゃ出られなかった。まさか玉袖の二枚じゃ不明な。いいえ、あのやっと年が明けたんでございます。そうか、そりゃよかった。ああ、そりゃめでてえや。じゃあ何か祝いでもしてやらなくてなんねんな。もう何か、すぐ田舎へでも帰るのか。言っていいか。うん、えっ、と二人は、ええということになったんで。あ、そんなに見ちゃ恥ずかしがらしい。おい、タケ、大丈夫か。おしんはこれでも、あの、師匠がご存じない。いいところがあるんでござんすよ。冗談じゃねえじゃん、俺はこんなものはめて、ぶつくたんできねえと思って、勝手なねえとこきゃ。あ、しかしよかった。それはめでて。よかった、よかった。おめでとう。北川お玉様、飛脚便。どこだ。どこだ。以上、岩見です。うん。
清之助さんが。清之助さん。お、読んでみてください。近景その後いかがご安寺申し候。拙者旅中病を得、狂気の場所に病のため、婚客いたしより候。金子少々お送りくだされたく、任意懇願につかまつり候。末之助、歌丸殿。私、行ってまいります。そうなんですか。じゃあ、竹丸を連れておいてなさい。じゃあ、なんだ、あ金谷大臣のとこ行って。いい、私がお店のお仕事でいただきましたお立ちを持って。そうですか。じゃあ竹、一緒に行ってあげて。あ、そうですか。じゃあ、あのお嬢さん、お支度くださいまし。おい、止めてるだよ。はい。お、この峠を越えればすぐでございますよ。はい。ご辛抱なさいますよ。大丈夫でございます。よかったですね。さあ、参りましょう。はい。お嬢様、ここです。この道で。そうですか。ここに。さあ、おいでください。はい。はい、さあ、はい、さあ、お嬢さん、はい、はい、あの、確かに小出清之助さんがお泊まりだろうね。はい、お泊まりでございます。あ、そう、あの、江戸の歌丸音頭から来たってそっち来んな。かしこまりました。ああ、よかった、よかったですね。さあ、お嬢さん、それこっちを出して、さあ、おかけなさい。まあ、竹丸さん、ほらさ、お嬢さん、お嬢さん、おらさん、さ、金だ、清之助さんに渡してくんな。この金はただの金じゃねえんだぜ。それから清之助さんにそう言ってくんな。あんたの膝くりでは愛嬌ってもんがなさすぎるってね。竹丸さん、私別に悪いことしたと思っていません。間違ったことしたと思っていません。瀬之助様は幸恵様とご一緒になられるより幸せだとおっしゃっているんです。Thank you.
タケ、おめえ疲れてるところ気の毒だけど、スタジオ呼んできてくんね。え。お嬢さん、スタジオに詫びてもらって。お屋敷へお帰りなさい。私は帰ります。屋敷は戻れません。ウタさん、遠慮しないで上がりますよ。どうしたんだね。帰ってくる早々、ウタさんがとんだ災難と聞いてお見舞いに来ました。いつ帰ってきたんだ。昨日帰ってきましたのさ。おいらんたちには会ったのか。見事翔さんを取り返してきましたよ。それから翔さんと楽しいユさんの旅。あら、ごめんなさい。お前はそれでいいかもしれねえが、おいらんのことも知ったら考えてやるんだな。さあ、先行ともおめえと一緒になった方がよけりゃ、どんなことをして取ったっていいが、悪いと俺がおめえの方から身を引かなきゃ。ウタさんはそんなことができますのか。私は嫌ですね。お嬢さん、お嬢さん、お嬢さん、あ、お嬢さん、おい、起きた。ちょっと来てくれ。起きた。早く来てくれ。ああ、追っかけてって止めてくれ。どうしたんですか。いや、早く止めなきゃ死んじまうんだ。死んじまう。清之助さんのお嬢さんだ。ああ、早く言って止めてくれ。たん。お嬢さん、お嬢さん、お嬢さん、待っとくなさい、待っとくなさい、お嬢さん。どこへ出なさるんで。さ、帰りましょう。歌さんが心配しておいでなさるから。嬢さん、どうしたんですね。危ねえ危ねえ、気をつけねえよ。さあ、お嬢さん、参りましょう。おかえりなさい。あ、おかえりなさい。翔さんいるか。今仕事出かけましたよ。出かけた。ええ、どこへさ。誰か呼びに来たんだね。ええ、駒形のあのお茶屋さんから若い人が迎えに来たんです。駒形のお茶屋。ええ、翔さん、お前さんは一体どっちのものなのさ。ここではっきり言っとくれよ。若旦那は魔が差し出したばっかりにお前のような悪性女にかかり合ったんじゃない。お前さんなんかに聞いちゃしないよ。翔さん、どっちのものなのさ。私はどっちも好きなんだ。言ってみれば二人のもの。
バカバカしい。そんな曖昧なことなんか聞いちゃしないよ。私のものだよ。おひささん、私のものだよ。私のものだよ。あっち。あ。北の生き霊が来ました。女の生き霊が別れに来ました。おきさん、おめえなんてことしてくれたんだ。おめえ気でも違ったのか。しっかりしてくれ。しっかりしっかりしてます。狂ってなんかいません。だからおめえこんなことしてくれて、おいらんばかりじゃねえ、おめえだって。承知、ふうたさん、承知でやったんだよ。え、承知で。私は自分の心を偽らず、正直恋を仕留めようと思うと、こうしなきゃならなかったんだよ。だからおめえ、沖田は間違っちゃいない。自分を騙して程よい恋や損得づくの恋なんかできるもんか。ウタさん、ウタさんの絵だってそうじゃないか。ウタさんの描いてくれた錦絵の北だってそう言っちゃいませんか。私、自分の思いのまま身ぐるみ生き抜いたんだ。たとえ打ち首、縛り首、火炙りにあったって本望、立派にお仕置きを受けます。一生懸命したって言ったら、こんなお罰を受ける身になるなんて。お歌さん、恋なんてこんなものかね。恋なんてこんなもんだね。うわ。
日の目を見たような心地でございます。大事に育てられて心に思う三つ一も勝手にさせてはもらえずに参りました。私初めて女の生きる道が分かったような気がいたします。姉さん、私だって名乗って出るつもり。名乗って出ればもうみんなとはお目にかかれますまい。うたさん、お嬢さん、どうぞお幸せ。私が死んだら、いい姿の北岡君にどうか可愛がってやっておくんなさいね。お前さん、ずいぶん長いことお世話になったね。ありがとう。達者でね。神廟によくお勤めなさいました。では今日をもってご赦免に相なります。ありがとうご受けなさいませ。ありがとうございます。長い苦労でございましたな。いろいろご厄介おかけいたしました。これからはせいぜいお気をつけなさいませ。はい。ではこれを持ってご迷惑をおかけいたしました。どうもお忙しくしてください。ありがとうございます。何のおもてなしもいたしませんでしょう。どうも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 。師匠、おめでとうございます。ありがとうございます。よかったな。お酒と、お祝いだ。お酒の痛み。そうですね。お祝いだ。酒も魚の支度もできてる。はい、来て来て。待ってくれ。酒後だ。飲んで。俺は絵を描くんだ。俺は午前中も辛抱してたんだ。俺には絵を描いてくんだ。まあ、絵は後として。おめえたちはそこで景気よく飲んでくんだ。俺は絵だ。絵だ。絵だ。タケ。鈴井だ。締めつけ。それから、絵の具ついてくる。何でもいいから片付けて。
りだぞ。おらんさんの浴びて女という女の美しさを肩として書きまくるんだ。